それヘッドアップしたよ、うん、でトップ3は必ず言う人とか言いますけど、逆にヘッドアップをしまいしまいということで、ここからアプローチとかでもヘッドアップをしないって言ってこう手前ダフってしまったりっていうことはよくあることなんです。ここからやっぱし頭をしっかりとリリースしてベルトバックル胸がターゲットの方向に向いていくっていうこと自体がボールのコンタクトを良くするだったりとか、そういうところにつながってくると思うんで、ドリルでやってたのがちょっとやってみますね。一回これを加えてですか、この状態でスイングで少しこの T がこっち側を指す、目線にちょっと入ってるんで分かりやすいと。でダウンスイングに入ってここから少しこっち側を指してて、でインパクト近辺ではもっとこっち側を指して、インパクトの近辺で1メートル20センチぐらいですかね、先を指して胸の周りがインパクト近辺で止まらなくなるというふうに思いますんで、インパクトの時にこういうように右に向けてる人っていうのは基本的には胸がストールしやすい状況になって手が返ってプッシュフックに悩む人が多いと思いますんで、ダウンスイングにロックスイング、ダウンスイングに入ってフィッシュクスに入ってきたら 1.2 メートルのところを刺すと。とは言ってもあまりに頭が早く先行しすぎちゃってもそれはそれで大事なところをすっ飛ばしちゃうというか、ここから頭ばっかり見ようとするとこのしっかりとスクワットをして APT が起こるところを飛ばしてそのポジションに入っちゃうんで、最初はゆっくりとこの状態でこういう状態です。こっからターゲットを見るというような形で打ってもらえれば、それをちょっと意識してしっかりとボールの行方を見ながらこうやって打っていくっていうようなことをやってもらいたいなというふうに思います。ですので小野さんもちょっと頭のリリースのドリルを少しやってみましょう、はい、今 T を加えてもらいましたけど、それで構えてもらってバックスイングをした時に少し右側に向くような感じですね。目線にちょっと入ってるんですごい分かりやすいと思うんですね。そこからダウンスイングであまり早く左に向かないようにダウンスイング入って、そこからT をそっちに向けていくってことですね、はい、そっから T を向けていく。そしたらまずは E6 で1回打ってみましょう。普通に P4 まで1回行って P6 に入れてから、そこからそういうことですね、頭をリリースしていくっていうことですね。そっから頭をリリース、もう1回行ってみましょうか。どんな感じがしました今のやってみて。いつもとやっぱ全然違いますね、なんか目線が。目線がちょっと違う感じですか。はい、P4、P6、そこから、はい、ちょっと P6 の時に少しだけまだ右側に向きすぎてるんで、少しだけ左側に向けましょう。うん、はい。P6 でここら辺で。P4、P6、そこからそういうことですね。はい。これで何回か感覚をつかんだら、今度は P4 で1回止まったらそのまま最後まで行きましょう。はい、悪くないですね。はい、若干フライングウェッジのキープが弱いんで少しキープする。はい、そうですね。P4 から。そうですね。ナイスですね。そしたら今度は。フルショットなんですけど、ここにこれを刺しますんで、イメージとしては P6 からこれを見ることを意識してください。はい。そうですね。はい。ちょっとこっちで一回やってみましょうか。僕を見てくださいね。P6 から僕を見る。そういうイメージですね。はい。はい。そうですね。少し大げさに、はい、そのぐらいでいきましょう。そうですね。そうしたら今度は上で一回止まらないで同じことをやってみましょう。しっかり見れた感じでした。
ピンの方までちょっと見れない感じですか。もう一回行きましょう。じゃあ、うん、今のはすごいいい感じだった、はい、なんか感じるところってあります？これ役に回りますね。体が状態がすごい回る感じはあります、うん、なんでやっぱしこう、まあ、1番ティーとかでちょっと緊張してたりとか、うん、なんかドライバーでフェアウェイど真ん中行って上りピッチングウェッジだけでこれはもう丁寧に乗っけてバーディーパット打ちたいなとか思ったりとかすると急に体が動かなくなって、うん、下手すりゃシャンクが出ちゃったりとかっていうのは基本的に丁寧に行こうっていうことイコールボールをこう見つめすぎちゃうというか最後までボールを見てよみたいなそういう意識が無意識のうちに働いてるのかもしれないですしそういう時こそやっぱししっかりと頭をリリースすることを考えてもらってそうすれば体は自然にリリースしやすくなるんで皆さんもこういう形で少し練習してもらえればなというふうに思います。まあ、特にインパクト近辺でこう手が返っちゃう人とかはやっぱりこの練習はたくさんした方がいいかな。イメージとしてはここから全く見ないぐらいのイメージぐらい持って多分そういう人はいいと思うんだよね。デビッド・デュバル、うん、デビッド・デュバルもう本当にここからもう常に常に頭がうわって見るというよりか常に常にこう頭が少しずつ少しずつこっちを向いてるダウンスイング、ちょっとその感覚で一回打ってみてください。残そうとしちゃうと、うん、一気に見るというよりかはちゃんと順番を保ってもらいたいんでそういった意味ではここから徐々にゆっくりとそっちを見ていくってこと、スイングに合わせて見ていくぐらいの感じ、そういうことですよ。ちょっとフライングウェッジが、うん、フライングウェッジキープできてないかな。いつもよりも体がターンできてるから、うん、その分だけフライングウェッジキープしないとリリースしちゃうとダフっちゃったりするんで、うん、いつもよりも体がターンがうまくできてるってことですね。だからそれに合わせて前は本当に微妙ですけどここのところで胸がストールして手首をリリースすることで距離感をうまくコンタクトしてたものが今度体が回っちゃうんで同じリリースをすると手前に入りやすくなるんで、はい、少しこうフライングウェッジをキープする感じも一緒に合わせてやってもらえればうまくいくと思います。こう落ちる感じですかね。ちょっともしかしたら右目に少し出さないとダメなんです。うまい、おお完璧ですね、うん、このグリーンの手前まで25ヤードから6ヤードぐらい、通常のショットを1回打ってみますね。まあ、こんな感じですね、うん、今度はもっと低い球を打つ、ちょっとキャリーを出して今グリーンの、うん、今度は少し高い球ですね。まあ、柔らかく落ちましたね、うん、でグラウンド削るぐらいの感じを少し持って、おこれ結構、まあちょっと寒いんであんまりスピード出てないかもしれないですね。一発目にしてはキャリーが284ヤード飛んでるっていうことですね。してる時にでバックスイングの完了したところ、ここで全てサイドベントに変わるんですね、はい、フォワードベントがサイドベントに変わる、あとはターンが入るってことですね。90度以上のターンが入る、これをグッとこっちに蹴ってあげるとあの腰が回り始めるんで腰が大体、まあ、40ヤードぐらいキャリーが出る、若干右側に出てって戻ってくる球になる。
というところが、まず目指すゴールがある。右側に20度傾いてるとちょうどいい形でこのグリップが徐々に徐々に上がってくるところを作ること。そこからクラブがリリースされて、この状態からシャロー、ナイスショットです。これも入りましたね。このようにですね、つま先というよりかはかかとの左かかとの外側に重心があるのが、見てわかると思います。ここにあのデリバリーポジションが来ちゃうと外に行っちゃうから、もっとここに落としてる感じ、こういう感じで落としてる。そうすればここの左側のギャップを埋めることで